はようございます。コーヒー YouTuber のさやぬまんです。今日は桜新町にあるファーストクォーターさんにお邪魔したいと思います。これね、ファーストクォーターね、コーヒースタンドと書いてあります。なんかこうティッシュがね置いてありますね。テイクアウトも、できるみたいですね。ホットコーヒー、アイスコーヒー、フォームドミルクコーヒー、メニュー、ブラックティー、お、紅茶もあるんですね。ココアもありますね。ちょっと見てみましょう。あら、常識。そして当店、お、最初の4分の1だけを入れているからファーストクォーター。なるほど、この濃い部分ですね。はい、今日のお店はコーヒーが濃そうです。そして、店主さんも濃いかもしれないですけどねはい、なかなか楽しそうです。さあ、じゃあ行ってみましょう。こんにちは。こんにちは。ファーストクォーター店主の吉松さんです。吉松です。はじめまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、ファーストクォーターの吉松さんに今日はおすすめのコーヒーを一杯入れていただきたいと思います。はい、私の基準としているコーヒーがコロンビアっていうところのコーヒーなので、今回はパッセージコーヒーさんのコロンビアのエルノガルというのを入れていきたいと思います。これですね、フィンカエルノガルコロンビア。これは浅入りなんですか？僕はとも中入り、若干浅くなるかもしれないですけど、ほぼ中入りのつもりだと思います。はい、あ、裏も合わせると何であるんだろう、6台ぐらい6台。いろいろ買って試して、まあ、その結果自分このフジロイヤルさんっていうところの R440、はい、まあ、割と昔から定番のミルですけど、まあ、これでなんかいいかなと思ったので、おー、R440 が4台くらいあります。あ、そうなんですね。はい、はい、全部一応動くようには調整はしてあるんですけど、使ってるのは分からないです。おー、はい、これは一人前の量がすごく多いような気がするんですが、何グラムなんですか？あ、一人前ではないところが当店の特徴かもしれなくて。そうなんですね。はい、当店はいっぱいジュースの抽出はしてなくて、はい、1回の抽出が 50g で4人分を一気に落としてやるスタイルになってます。1回で 50g を使う、はい、これが最低量です。4人前を取る、はい、はい、じゃあこれ1人分のオーダーを作るときも4人前で4人前必ず作って、まあ、こういうところにある水筒に取っておいて、はあ、そこからあとは、出していくという形になります。あ、なるほど、はい、じゃあ濃い原液を作って、はい、それを出すという感じ。そうですね。なのでメニューに 45ml っていうコーヒーの量が書いてあると思うんですけど、お、あ、ほんとだ、はい、45ml ダイレクト、 45ml にプラス 30ml でインパクト、さらにプラス75でスタンダード、はい、プラス105でソフト、はい、なかなか
すごいです。なんかこう初心者には分かりにくそうな感じですね。はい。なので初めての方にはこちらからお声掛けさせていただいて、まず試飲からということで、ダイレクトの濃さとスタンダードの濃さをこのカップでお出しして目安にしていただいてます。はあ。でその目安を飲んでいただいた後に改めてお題いただくというスタイルとか。なるほど。忙しい時たまに漏れてらっしゃるお客さんがいらっしゃるんですけど、基本的には初めての方には試飲から差し上げて。なるほど。じゃあ試飲で濃さを確かめて、はい、それから本オーダー。そうですね。なるほど、はい、もうその当店がやっていることがちょっと一般的ではないので、そこはさすがに説明させていただかないと。復習です、はい、じゃあ入れていってもいいですか。はい。ちょっと YouTube ということで4つ表にあったものをそのまま取りますので、これも後でちょっと飲めるようにしていきます。はい。綺麗ですね。これドリッターは、はい、ね、メリタさん、はい、メリタさんのアロマドリッパーです。アロマティッパー、アロマドリッパー、はい。メリタさんを使われてる理由って何かあるんですか？はい、いろいろ試してみたんですけど、私が出していたネルの大きなコーヒーに一番味が似てて、味が結びやすかったので、これを使ってます、ね。味が結びやすい。はい。これもなんかファーストクォーター用語なんじゃないですか？そうですね。あんまりコーヒー業界聞かないですけど、多分表現としては私が多分なんかね言い出しっぺだと思うんですけど、はい、ただコーヒーの飲み始めの頃は多分皆さんそういう感覚があったんじゃないかなとは思っております。今いっぱい出しするのがコーヒーでは当たり前になってるんですけど、はい、その昔はすごい大きなネルでそれこそ5人前とか10人前とかやってらっしゃった頃のコーヒーは当店のコーヒーの味に近いんじゃないかなと思ってます。ああ、なるほど、はい、いわゆるヤグラ組んでデッタク出してた頃の、はい、そうです、はい、私のコーヒーのなんか、ね、こう経験上そのヤグラで組んでコーヒーを落としてる期間が長かったので、その味に私が馴染んでるので、まあ、こういう入れ方をするときに、まあ、このメリタさんのアロマドリッパーが一番その出してあげるに近かったんです。なるほど。が最初の部分ですか。はい、そこだけが当店の商品になります。あ、その後も皆さんに経験で飲んでいただいてはいますけど、はい、当店の商品としてはお出しはしてないです。なるほど。ただ当店のコーヒーの入れ方を参考にしてくださってるお客様には、ここはここでお好きであれば飲んでいただいて構いませんというふうには断ってた。最初の 200cc ってことは 1,2,3,4,800 ですか全部。そうですね、800くらい取ればまあ普通の4杯分、まあ、50cc で1杯150から60くらいだと、まあ、取るのかな。ただもうここから使ってないので。なるほど、はい、あんまりこの辺りはもうあんまり意味がなくなってきてしまっている。ただお客様にはこのコーヒーっていうのがこう出てきている中でどんどん味が変わっていくんだよ、濃さが変わっていくんだよっていうのを示すために、時々お客さんのお時間を伺った上でこういう落とし方をしたりしてます。綺麗に色が変わってますね。最後麦茶みたいなんですね。そうですね、お湯を用意する最近ですね。いつも表で取っていたら写真が多い。はい、なんかクラフトビールみたいに思えてきましたね。でここはもう商品じゃないので、こういう入れ方した時はほんま3番あ全部出せます。これは後でどうぞ飲んでみて。ありがとうございます。
すごい。いつもやってる時と同じようになっていきますね。いただきます。あ、これちなみにどっから飲んでた方がいいですか？あ、2番目から3番目、4番目で1番目を最後に変えて。なるほど。これはスタンダードっていうコースになるので、はい、そちらから飲んでいただいた方、はい、これはスタンダード。スタンダードというと、はい、45ミリに75ミリのお湯を足したものですね。そうですね、はいはい、おお、なるほど。全然違いますね、これ。味が違うということだけ分かっていただける、はい、あの好みはあると思うので、はいはいはい、じゃあこれちょっと最後に。そうですね、ダイレクトっていう、お醤油飲むぐらいの心づもりで飲んでください、はい、醤油。はい、はい、私大好きですうん、これは脳天までこう痺れるような濃さがありますね。ただこう口の中に残ってくるこのコーヒーの香りっていうのはすごくこうね、いい感じですね。アフターテイストがすごくこう強いですね。うん、こういう出し方をねしてるんですね。コロンビアエルノガルのスタンダードですね。これをいただきたいと思います。はい、はい、うん、香ばしいナッツとか、あとはシーダーみたいなね、爽やかな香りもします。柑橘の皮のような爽やかな感じと、後味にほのかな甘み、キャラメルのような甘みも感じます。やっぱりね、お湯で割ってる分、何かこう普通にドリップで入れたものとは若干こう液体の質感がね、変わっています。うん、なんかね、こう違う楽しみというかね、はい、ありますよね。うん、とってもすっきりとして上品なコーヒーです。カヤノマン、美味しかったです。